内容は悪くなかったかなと思いますけど、まあ、結果として非常に残念ですし、まあ、ちょっと何て言っていいか分からないようです。もうそこだけに向かってこの2週間3週間を取り組んできたつもりなんで、自分の中でこういろいろ考えて行動してきたつもりなんですけど、それが結果に出なかった点非常に悔しいですし、早い段階でね、監督を胴上げしたかったっていうのもありますし、それができなかったっていうのは悔しいですけど、まあ、優勝したいという気持ちはまだ変わりはないですし、そこに向かって強い気持ちを持っていきたいとは思います。